皆さんおはようございます。おはようございます。北原理恵です。今日の北理恵チャンネルの企画は何だと思いますか？こんにちは、ドクターフットの鈴木です。イエーイ。今日もよろしくお願いします。お願いします。でももう多分皆さん名乗る前から、はい、もうこれで分かってたと本当に痛いとは思うんですけれども、やっぱ私も一応女優なので、うん、痛がってる姿というよりはなんかこう美しく足つぼを受ける姿を今日は北理恵チャンネルの方で、はい、まあ、皆さんに見ていただきたいなというふうに思っているので、はい、多分皆さんはそれは期待してないと思いますけどね。どうですか、足の裏。見たことない映像ですもんね、先生。どこが悪いとかも分かりますよね。はい、そうですね。どこが疲れてるなっていうのは分かると思いますよ。はい、では、左足。はい、左足からいきますね。緊張する。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すごい気持ちいいです。でもゴリゴリ言ってる。さすが女優。結構耐えられてる、もしかして。力抜いてね、あれですね。びっくりした、びっくりした。呼吸法変えてます？ちょっと言ってます。そうですね。やっぱ気づきました。あ、痛たた。よいしょ。腰ですね。腰。腰。で、今10レベル中だったらどれぐらいの強さなんですか？今3、4だよ。嘘でしょ。絶対無理だ、10は。どうしよう。今のところ全部同じ力で揉んでますから。なんかしかも一回痛かったらめっちゃ痛くなってきた。そのなんか我慢してた分。あー、痛い痛い痛い。目ですね。目は絶対やばいです。痛い。かわいそう。かわいそう。痛い。めっちゃ汗かいてきた。その風は何なんだ。生まれる生まれる時の呼吸法。家でもやっぱ足裏が凝っている自覚があるので、うん、ゴルフボールでコロコロやったりとかしてます。ここスマホに映せばこれができますか？わっ、すごーい。でも私にぴったりなものをいただきました。嬉しいです。ゴルフボールはたまにどっか行くんでソファーの下とかに入ってるんですけど、何個か。嬉しい、ありがとうございます。痛い、そこも痛いなんですか？痛い、関節のところ。やっぱり硬いから痛い。痛い。あっ、痛い。じゃあ何とこなんですか？これ肩ですね。今自分でも聞いたことない声だな。なんか結構いろんな動画を見てきたんですけど、今日に向けてみんなやっぱちゃんと、なんて言うんだろう、可愛いっていうか、なんかセクシーに疑ってた感じだけど、なんか全然多分セクシーじゃないんだけど、どうしよう。
しよし、じゃあ右足行きましょうか。よし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 、頑張ったって。でもやっぱほら見てください、なんか色が違う、この血管の浮き上がり方がね、全然左右と。これは血が巡ったからですか。そうです、あの血行が良くなってますね。すごいすごい、これめっちゃ痛い足つぼって普通やる機会ないからすごい羨ましい。うん、あ確かに普通に生きてたらね、うん、あ、でも言えばねやらないですけどね。そうです、うん、やってくださいって言われたらやる。やらないです。あ、やらないんだ。やらないです。ってことはやっぱり良くないんじゃない。この呼吸法めっちゃいい。夫婦言ってるだけの画像が面白くないから、まで使っていただいちゃってハッと出せたー。やっぱ一回緊張の糸が取れると、うん、痛くなって痛くなってくる。ここまでめっちゃごまかしたから頑張ったのに。ちょっとまたもう一回整えます。はい、大丈夫ですよ。今のはどこでした。今目ですね。目、はい、自覚あります。もうデジタルデトックスしたいですもん。痛い痛い、そこなんですか。まあ、肝臓ですね。あ、痛い。喋ってればね結構我慢できる。声量。やっぱこれ不思議なもので、あ、痛かった痛かった。私あのすいません、あのやっぱりカメラが回ってると何でもできるっていう。へー、だってホラースポットとか本当行けないんですけど、うん、絶対に、はい、の夏痛い心霊番組で行ったんですけど、やっぱなんかもう吊り橋に深夜3時くらいに先頭歩かされましたけど、やっぱカメラ持ってたら行ける。でも先生と絶対に無理だと思うけど、バンジーとかも飛べないですけど、うん、カメラ回ってたらいけるんじゃないかな。次の企画はバンジー企画。嫌です、それはちょっとごめんなさい。今振りが効いてた。最悪。だから決めてることがあって、あのもしウォーキングデッドみたいな世界になったらゾンビが、はいはい、でゾンビから逃げるって私多分普通だったらできないんですよ。諦めちゃうと思う、うん、そうなったら、うん、あの動画回して逃げるって決めてる。これでまたもう一本企画できます、ね、どうやって企画どん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 企画出るみたいなやつか、新しい企画が。痛いとこなんですか。膝です。なんかやっぱ膝が悪いんだ私。ちょっと待ってください。いやでもかなりちょっとなんか慣れてき、ほぐれてきた感じありません。どうですか。そうですね、足曲げないでね。はい。クライマックスが来てるかな。綺麗になりました。わかりますか。ありがとうございます。とんでもないです。私はちょっと汗だくなんですけど。暑い。普段見れないね、顔を見れたら、うん、確かに。また新しい私をお見せすることができて嬉しかったです。どこが悪かったですか。どこが悪かった、まあまず目、目が結構一番きつかったかな。あと腸、あと膝、膝以外でした、うん、で肩、肩で喉のあたりもちょっと硬かった。うーん、もう肩甲骨はガチガチ。うん、でこれ使ってもらいましたから、はい、今後はこれで、はい、足健康になりたいと思います。やってみてください。はい、え、強さ我慢レベルはどうですか。うん、あの我慢強い方だと思います。おー嬉しい、うん、本当にありがとうございます。よかった。というわけで今日は女優北原里優をお見せすることができて大満足でございました。ということで先生ありがとうございました。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。